こんにちは今日はアナウンス理論講座の第8回目になります、えー、この講座は、えー、基本的な目標というのはアナウンスと朗読とはどう違うかとまあ簡単に言いますとアナウンスは言葉による声による伝達なのですけども朗読というのは表現であると しかし、えー、最初からお話をしていますけどもアナウンスも朗読もその基本的な、えー、ところにおいては共通しているまあ山に例えますとおそらく6合目7合目ぐらいまでは共通なんですね。でその4合目から上あるいは8合目から上。 とといいううものの性質が変わわってくるというわけですただしこれはあの理論的な構造を述べているわけでありましてえ実践的にえ一人一人が「私はアナウンスをやりたいわ」というあるいはアナウンスを目的にその基本的な発生ですとか えー、いろいろな技術を学ぶという方向性ともともとそのアナウンスではなく私は朗読がやりたいわとかあるいはもうちょいと広げますと実は朗読の延長の中に、えー、声優さんの演技ですとかねもちろんあの俳優の舞台である俳優さんのその表現的な演技というものがあるわけです。 でそれについてはっきりとしたその線を引こうというのがこの講座の目的です。で実は8回目になりますとそもそも私最初にはこのこ、えー、きちんとカリキュラムといいますかね大きな流れを考えていましてそれで始めたんですけどもそろそろいろいろなダブりが出てきたり。 あるいはあの体系的に、えー、お話をしていくのではなくて、えー、テーマ的に何か話題を取り上げたやり方が必要かなというふうに思っています。というのはですね、えー、4回目5回目に入りまして、えー、これをご覧になった方がいろいろ質問を寄せてくださってるでそれが私にとってはとてもいい刺激になりまして。 えー、個別の問題ですね具体的な問題について触れながらちょっとおよそのあ流れで話をしてていいいここううかなというところに来ていますで今までの流れを言いますとニュース原稿ですね今表示されていますけどこのニ、えー「ニュース原稿」を使ってもういきなり「ニュース原稿読んでくださいね」というアナウンスを例にしましてね。 でむしろアナウンスの方をベースにしてこの先こういう表現をすると朗読の技術に入りますよというねそんな話になるかなというふうに思えてきました。で4回目には、えー、に質質問問をしてててくださる方ががいい、えー、回目にも質問が出ていますで今回は、えー、4回目の質問をしてくださった えー、あ春の日ざしさんという方の質問なんです。でそれは今あのここに表示してます、えー、4回目というのは要するにかかり受けの話をしたんですね。でかかり受けというのは文のこれで言いますと丸1は、えー、丸1も丸2も丸3もこの青丸ですね。 ここのフレーズががどこへかかかっていくかといくとう問題があるんです。で、本州と北,北海道を結ぶ青函トンネルというねで長さおよそ54キロの青函トンネルとで世界で最も長い青函トンネルというこの3つが青函トンネルにかかっていますよというお話をしたんです。 ですからこのそれぞれのフレーズの「結ぶ」の音「の」の音で「長い」という音ですねこれが青函トンネルにかかるように読みたいと。でそうしないとこれが過剰書きの4行になってしまうよというお話を第4回でしました。で春の日差しさんのお質問というのはこの丸一丸二丸三というものが つながって読まれるわけですけどもそれがどういうかかり方で読まれるのですかというねそういう質問だったわけです。で実はあの4回でも今までずっとやってきましたのはあのアナウンスを原則にした場合に私はその寸胴読みと言ったらいいかな。えー、ちょっと 絵で描きますと、ね、こう黒い線でこう左からちょっと描いてみますけどこういう形でいいんだと、うん、横にしましたけどもね、うん、縦がいいかな縦がいいかなやっぱり縦にしましょうかね最近はあの横をってないんですでこれも途中でお話をしましたけども、えー、文を の原稿を見たときに、横書きの原稿というのは、どうも私のイメージはよくないんですね。で、これをね、声の幅としましょう。で、寸胴読みとか、あるいは、私は、あの、四回目あたりではね、棒読みでいいという話をしたんです。で、それはどういうことかって言いますとね。あの、とりあえずは。切、え、れ、ー、きれつながりで。 全部つなぐことができるだろうとそういうことをあの考えてるんですで、とりあえずはその変なテクニックを使わずにきちんと声を通していけばかかり受けのつながった部分があの読めるというねそういう発想なんですねで、これもちょっとお話ししましたけども、ね、例えば声を出すっていうと 例えばここから声出すとしますよねそうすると声がずっと行くとだいたい声は収まっちゃうんです小さくなるんですでこれから今話すのは寸胴読みっていう説明なんですここはこのこんなことやんなくていいですねこ声のねこの流れだと思ってくださいこの位置で持って声出すでこの幅で例えば声出しますよねそうすると声がずっと行ったらこれはふっと短い人はここで弱っちゃう でこういうふうになってしまうわけです。ぐーっと声がね「わ」「わ」「わー」今やりましたけどねこの縦のイメージ3回出したと「わ」「わ」「わー」で当然のようにあのそれほど頑張らないと声っていうのは尻つぼみみたいになっていくわけですよ。 でではじゃこの123のイメージどうするかってこれ1だ2だ3だとこんなふうになってる。でさらにここのところにまあこういうこれがえこいつにしとき、ま、あ4にしときましょうかあ。4は青にしましょうね。これを青で青函トンネルをまあとりあえずは。 4としますねそうするとこの4がこうつながったらどうでしょうか、えー、これもあの私の声のイメージですとうんあの本州と北海道を結ぶ長さおよそ54キロの世界で最も長い青函トンネルがでこれがねおそらく「 箇条書きの読みえ箇、ー、条書き読みですかねこれ,これもちょっと書いとこうか覚え,覚え書きのために箇条書き読みです箇条書き読みこれあの詩を読むときねやる人いますよ本州と北海道を結ぶ長さはおよそ五十四キロの世界で最も長い青函トンネルが今日着工以来 21年ぶりに貫通しましまたで。これはもう本当に素人といいますか読み上げですよね単なるね。でどこに原因があるかっていうことは今のかかり受けができていないで全部止まっているということはつまり、えー、これがつながっていない。 ではどういうイメージで読んだらこれがつながるのかとつまり発声でも同じですけどもね私があの緊張で声出せだからうーっていうのを緊張を加えることによって音圧が高まるんです。これがあのいわゆる腹式発声「腰式発声」っていうかもしれない。 つまりうーっと詰めていかないと声は衰えるんですね。でイメージとしたらばねこれは声を詰めていくというのはこれをここで発生した声を、あのー、心的イメージを作りましょうかね。何か心の中でここでこ例えばこの幅で出した声を逆にこう広げていくようなこうういイメージですこういうイメージです。 こういいいうううふうに書いたらわかりやすいねこなんですこうなんです,こ,うなんですこれはイメージですよイメージではうーっとこの力を本州と北海道を結ぶあ本州と北海道を結ぶですからこの弱っていくイメージっていうのは要するに緩めの声です本州と北海道を結ぶ長さおよそ5 4キロの世界で最も長い でこれはもう1回目から一貫して言ってますけどアナウンスをする時あるいは人に声を伝えるときには体を浮かして言うこの,あの精神態度があるんですねですから相手に渡すときにはどうしてもこの自分の位置にあるものをふっと持ち上げる持ち上げるっていうことは今最初に書いたこの下向きの三角イメージがあるちょっとこれ面白い図でいいなと思ってます今ね。しかしか これはイメージとしたらば逆にうーっと押し付けて広げていくイメージです。で幸い面白いことにはあのー、この矢印向きのうーっと声を広げる時には体がやはりこう下へこう広がるようになるんですね。あの実際に腰回りが、ねあのー、膨らみますでこれ一番いい練習っていうのはあのベルトを締めて。 そのベルトにをう,こう,うーっと言いながら声出しながらベルトをあのお腹の力でグッと膨らんでねちぎれるような感じになるベルトをちぎってやるぞっていうねそういうイメージです。ですから、えー、結論を言いますと要するにあの寸胴読みでいいこれもいいですね「寸胴読み」っていうのを書いておきましょうか。寸胴読み寸胴はこれですけどね 銅はこれかなんん銅は肉か。えー、ずんずんずん胴体の銅胴,胴体の銅、うん、これですかずんどう。ずんどう読み。あっよいよじゃない。ずんどう読みです。ずんどう読み。 鍋っていうのありますね私はあの朗読の教科書の中では「寸胴鍋」「寸胴鍋」のように言うんだと。これでいきなさいと結論はで今はあのきあの特別なテクニックを使わないでねアナウンスでも朗読でも基礎的にこ,のこれができなきゃいけない。でこれができちゃうとね 切りどころというのはここに右に書きましたけども切りどころっていうのは要するに飛びび越え結,び結びってありますけどここの力の力入れ直しなんですですからここの出発点のこの発生に戻すとそれぞれの1の頭2の頭ですねで3の頭で今のところ特別なテクニックつく使ってませんから要するに同じ力で通せと。 同じ力でぐーっと止まるとこまで押していきなさい。で、押していくということはむしろ力がうーっと加えていく。これはうーっというのとうーっというと広がりのイメージありますよね。で、これがあのー、緊張して声を出すと。で、声の力が言葉を立てていくというね、そこになるわけでね、えー。春の日差しさんはここのところを注目してあの見ていただくといいんですけども。 で実際に私がやってみますねさっき読んだのはこの実際はだから下向きで弱るっていうことは弱るっていうのはこうっとね力をふっと抜いてしまってるところが下に行って力を加えていけばこれがつながるとでもう一つはあのかかり受けの「123」は実は並列ですね つまりこの1の頭にね目印がある音ですよこの音ですよ,この,音ですよでこの音ですよってこれは音の強さといろいろなものを含んで言ってるこれ私あのいっときはね、あのー、ここあのこっち書いとこう、うん、こっちにいとこう、うんえー、ぶっつけって言ったんですよ。ぶっつけっていうのは要するに力を入れるこの頭の音ほっ。 なせ、せ、せ、わかりました本州長さ世界」「本州長さ世界」でこういう練習もさせます。並列だったらば並列の頭が同じ音になるから自分も同じ音同じあの並列にするという意識働くし。 あの聞いてる人もこの頭の音が揃うことによってああ並列の言葉なんだとああ三つが一二三が四にかかっているというねそういうことが言で、えー、まあやってみますねあの頭の音皆さん聞いててくださいやります本州と北海道を結ぶ長さおよそ五十四キロの 世界で最も長い青函トンネルが。本当にあの、いわば、あの、寸胴読みです。特別なテクニック加えてません。で、ですね。よく言う、あの、アナウンスをされる方が調子に。がつくっていうのは実は。緩みなんですよ。緩めると。音が。くびれるんですね。で、くびれると、寸胴読みができない。 ですからアナウンスでも朗読でも基本はこの道読みを作んなさいとでこれは逆に,あのー、逆に言いますとね力を入れていく力を加えていくと寸胴になる。緩めたらめ力を加えないとやっぱりただ体がふっと沈んでも本州と北海道を結ぶ長さおよそ5 4キロこれを本州と北海道を結ぶってうーっと。 うーってこれうーうーうーこれ力抜けてますね。で寸胴だと「うーうう」ってここで何が問題かというと力を入れていって止めるからエネルギーがたまるあるいは力が入ってるからふっと抜けば息継ぎができるというそういう原理です。 ですから力の入らない読みをすればするほど息は出ないし入らなくなる息をふわって言った時にここで息入ってこないでしょつまりあの押してる力が弱いんですよ押してる力が弱い押してる力が弱いとね今後のが弱い例ですけどこの声で読むと息入ってこないんです告げないんです でこれもっと発展させればその発声論ある,あるいは表現論になるんですけどもね緊張の度合いが強ければ強いほど緩これあの息をあのクロールをね水泳でやった方いるかと思うけどクロールで大事なのは息を吐くこ,とですこうやってこうやって吐く力が強くないと息入らない。ですから あの朗読でもアナウンスでも基本的には腹式発声って言いますけどね腹式発声腹式呼吸じゃないんですよ呼吸にはストレスがないんです発声はストレスなんですこれももう何度もどっかで繰り返して言いますけども、えー、人間が声を出すっていうことはもうねストレスなんです無理なんです無理をしてるんです無理しなきゃ声出ないんです ででも人間は声を出したいんですねだからそれ黙って、あのー、まあ深呼吸してりゃそれはそれで安楽なんですけども、あのー、本当にそ,そのままあの世へ行ってしまうね <laughs> だんだん呼吸が楽になって最後は止まってま止まっちまうんですけど、あのー、声の場合には無理をしして出したいんですよ言いたいことがあるんですよっていうねこの言いたいんだよっていうこの思いと力とは一体化してます。 でこの辺が、うん、あの朗読表現と伝達で、えー、の原点にあるのは声を出したいと声を出すことがもうすでに、えー、自己表現になるというねそういうものを持っているわけです、えー。ここで半分くらいなのですが以上が第4回の、えー、質問へ、えー、のお答えですので、えー、また これをご覧になって、えー、参考になればまた何かあの書き込みをしてくださるとまたお答えしますさて今日やりますのはちょっと日本、えー、三音日本三音読みと読まないで日本三音読み訓練ですねちょっと難物を取り上げて。 で二音三音の区切りが区切りをするとこれこういうものが読めるとでついでに言えばこういうもので訓練をすると現代文は楽になるんですねこれあの古文です古文じゃないあの歌いです、えー、こっち書きました高砂語というねあの歌いの、えー、ほとんど冒頭に近いようなその一節なんですけどもね。 おそらくあのアナウンスだとか、あのー、そういう朗読の訓練やる人はこんなものは取り上げないんですけどこういうものこそやりなさいというね、えー、そういうのに適した訓練でありましてちょっとまあでに基本はやってますのでさあどのくらいできるかなというのを一緒になってね考えてみてください。 でまず目指すのは、ね、もう慣れていますから、えー、3回ぐらい読むつもりでやりましょうかね。えー、まずは「分節を切ること」。「分節を切ること」「分節を見て」ぶ「分節そもそもこれはそもそもこれはそも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 」そもそもって言ったら「そもそもこれ」っていうのはつながりますか?「つながらない」「切ります」。これは九州 これはこれはこれは九州ですかこれはこれはって言ったねなんだっていうのが反応するわけですよこれ切れます九州被護の国ありがたいですね点が入ってます切れてます阿蘇の九州被護の国これ分節だけど被護の国分節で切れますけど繋がっているから切らない今探しているのは切れない分節 原稿の読み方をやってますね。阿蘇の宮の菅主ともなりとはとは我がとはとはとは,とはこれもねとは我がつながらない菅主のともなりとはねこうれ綺麗あのつながりますね。我がことなりでこれはどうもう丸らしいですから丸だから丸だから確認してこう入れてますけどもね。 えー、これをやれば読めるで今やったあの寸胴読みです寸読みというのはここまで頑張るんですさっき言ったんでいうとイメージでいうとこういうふうに力が広がっていくんですよ。沈みながら広げていく「そもそも」っていうのと「そもそも」あるいは「そも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 」そもそも変わらないでしょう。 そも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 変わんない下がっても変わんない下げればいいんじゃなくてうーっと詰めたそもそもこれはうーっと息を止めるもうここでもう苦しくてしょうがないうーっとって緩めるから息が入るそもそもこれは九州肥後国阿蘇の宮の神主友成とは我が異なり。 完全に寸胴読みです。皆さんのお耳にどう入ったかで、今言ったのは寸胴読みの場合にはここの切れたところでは力の入れ直しをしてるんですね。だから切るっていうのは間を取るとかなんとかって言いますけど、あの読み手にとっては間を取るんじゃないんですよ。取らざる取らざるを得ない。そこで息継がないと次のあの。 変わり目に入れないそもそもこれは九州肥後国阿蘇の宮の神主友成とは我がことなり今これやりましたね V をつけましたこの切れ目はね息継ぎをしてるんですよでそもそももうこれはもうねそもそもこれはでこれゆっくりやってもいいですそもそもこれは でこれもあのテンポの問題と関わってくるでテンポを落とせという時にはこのひとまとまりをゆっくりじゃあテンポ落としてくださいというとそもそもこれは九州ではなくてねまで稼ぐって言ってます。基本的にはこの分節の切れ目っていうのはそんなにテンポをバラバラにしてはいけないんですね。 でこのまで稼いでいくとテンポがゆったりしたようにあの聞こえてくる余裕が出てくるでとにかくこの分節の切れ目っていうのは大前提になるで今「神主ともなりでこれ何,何かというとさっきのと同じです。で前のを見ていただくとあどこだ青函トンネルこれですね。 で今入れた V というのはここちょっと消して修正しますけどこの長いのこれなんですよ長いのところの V なんです。でこれは結ぶ青函トンネルの青函トンネル世界で最も長い青函トンネルでここで継いだんですね。だからここはあの次になってますけど。 あの寸胴読みであったらばこれ切り替えでなくてただ結ぶで切っていいわよ結ぶ長さで切れるからね、えー、もう一回消しちゃおうかこれはだから線にしといていいんですよこの赤でやり直しはこれね切っといていいです。で切っといて寸胴読みで3つ並べて最後に「世界で最も長い」 青函トンネルこの長いと青函トンネルはつながっているので本来は切ってはいけないでこれをあの私は「まとめ切り替え」と言ってますけどもねそのの覚悟の間なんですですからこれを今神主を見る,見ると「阿蘇の宮の神主友成とは」で大事なのはここには一切緩めが入っていません。 ですからあの寸胴読みという場合には「かかるかかるかかる」で「和」が異なり。でついでに次の課題を言っておきますと古典の場合はね全部あのうもう寸胴読みのあの緊張読みでいいんですけどねそうだなやっぱり緊張読みだね。 ここで我がことなりまあ緩むとしたらここなんですよねつまり意味ある言葉を言っているうちは緩めてはいけないですからこれもちょっと紹介したかな文末に来たら「緩みます緩めていいですよ」って結末が来るからねそうするとちょっと確認をするとさっきやったぶっつけのとこ。 これがねおほとんど同じでいいですよ寸胴読みですから、ね、あとここもそうですねここはこれがあるから省略されてるから、えー、官主あ,あとは「友りがもう一回で「我」が「ことなり」の「我」が。でこれでもう一回読み直すと寸胴読みだけど「そとこと」「きゅ」と「あと」「と」と「わと「ね」。 これを揃えていくで最後にこの「なり」をつけたのは「観主も,もなり」とは我がこと「我がことなり」。でこの「なり」はもう緩めていい。で我がことまで読めば「なり」はもう当然わかるのでここはもう緩めてもいい。ところが大体あのそうですね。あの 深く寸胴読みのできない人はここを逆に「我がことなり」とかね「我がことなり」っていうふうにあのボリュームを上げているこれがうるさいんですでは次にいきましょうさあ次はどこで切れるか「我」「我今だ」これも普通ね「我今だ」ってつながってますよで「我我は」なん 我は未だ。これはもうね解釈するとつながるんですよ。「私はまだ」っていうけども「我は我は私は」どこまで行きますか。わ我未だ未だどうした未だこれも切れます。未だ我我は未だ都を見ずにそろうほどにというわけですね。 で「私は」って言ったら「何だ未だだ?」そういうのはない「私は都をつながらない」「私は水です」でここもそろそろこれでいいんですね抜いていいですよ。でここのところがさっきの寸胴読みの続きで言うと「文節を読む」我「我未だ都を見ずに候うほどに」。 ここは緩めている見ずに揃うほどにつまりつなぎ部分ですね、うん、つまり結末が出てる見ない見ずに見ないよっていうことが分かればあとは揃ろうほどにございますみたいなね大体、えー、いいこんな「揃ろう」っていうのはみんなこうですこれもそうです、えー、これは現代文で言うと「あのデスマス」ですねうんデスマスのところが「 緩めていいところこれ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 しますとこうこのますますっていうのとですっていうのはねつまり相手に渡す部分なんです渡す前にれしっかり自分で掴んでこかなきゃいけないれれが今やっていここのに、えー、練習ですねれ節切り我こだこれ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  この度この度この度はどこ行きますかこの,この度思い立ちこの度思い立ったのかこの度登ったのかこれもさあどうしましょうかこの度思い立ちでこういうここでこれをあの切らないっていう手もあるねこの度思い立ち都に登りそうではないでしょうと。 えー、おそらく、えーうん、これは全部つながるでしょう。この度、うん、やっぱりこっちがいいかなこの度まあ切るなやっぱりね思い立ち都に登りそうろ。 でこの度思い立ちもこの度都に登りそうこの度両方にかかるこういうところの判断が大事ですねうんもう一回あのこれも寸胴読みこの度思い立ち都に登りそうろうここでの言います次ですまたよきさあどうしますまた よきついでなればこれもねこのなればを緩めるかどうかが問題なんですけどねこれは両方あるんです。またなればですねまたうんまたはなればにかかる場合とまた一見せばやという場合ですけどねど全体にかかる傾向があるかな。 でそれをその判断によってもう読み方変わるんですけどね。でこれは多分こういうふうに条件として入れちゃった方がいいかもしれないですね。この辺読み込んでください。ねこれが条件です。また良きついでだから万州の一見せばやですね。またちょっと見てみたいと万州高砂の裏をというね。また、えー、ついでだから。 見てみたいいいう、ね、そういうねそがりになるこうやって読んでいくと、えー、ただ字面を流すのではなくてより深いアプローチができるでしょう。またよきついでなれば「晩秋高砂の裏をもう一見裏をもう一見せばや」と存じそうだ。さあこれ切れるとこありません全部つながってます。 のね、高砂のね、裏をね裏をもね裏をもこれもアクセントつけてください裏をも一見せばや裏を一,一目一目見ようと存じ候とこれも候で緩めますねでこの場合も実は辛くなったでここで辛くなった時に何をするかというと <laughs> 切り替えと言ってますけどもねこの「緩め」「力の入れ直し」「ここ息継ぎなしです息継がずにちょっと強める」えー、そうすると「晩秋高砂の裏」をで晩秋高砂」っていうのとねこれもねついでいいかな。なぜかっていうとね高砂の裏全体に晩秋かかってんですよ。 だからちょいあの力入れ直しですね「晩秋高砂の裏をもう一見せばやと存じ候せばやと存じ候ってまたここで入れ直す手もあるんですけどね。ですから何をやってるかというとこの長いフレーズで切れなくとも体勢構え直しはどこでもできるというのは えー、もう一回前のこの図に戻りましょうかこの図ですつまりこれが小刻みであろうとあのちょこ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 ここでどこでも告げるんですこのフレーズの中でも実はつなぎ直しをしをていいで今目標にしてるのはこの寸胴読みですからねで、あのー、寸胴読みで元のうー「うーうーうーうう」っていうね 短く力を細切れにしていわば、あのー、力の衰えたものを取り直すような形で最後「万秋高砂の裏をも一見せばやと存じそうろう切れてもがります。でなぜかっていったらこれは文そのものがかかり受けができているから。 って読もうがなんで読もうが寸道に読めば意味はつながってくるんですただそもそもこれは九州とやったりそもそもこれは九州被護のそもそもこれは九州被護の国というねこっちの場合にはそれはできないという訓練ですさてではちょっとつらかったと思いますがうんこれもきついかなこの時間では ここで切っときましょうかで今、えー、私がお話をしたのはこの「歌いの高砂」の名乗りなんですけどもねこれも実はもう一度読んでおくと、えー、全くアナウンス朗読に共通するような寸胴読みというものの見本で読めばいいと。で「生ま文を読むということを演技にしなくていい。 演技にするのではなくて力を入れて読めば言葉が立ってくるよというねそういう霊障としてこれ取り上げたんですけどもねで実はこの後のひらがな書きというのはもう一度アクセントに戻りましてね、えー、これで力つけて読めない方には今の今日話したこの切り方は要するに 寸胴の力の力入れ方ですところがもう一つ問題なのはこの寸胴の力の入れの中にどの音にアクセントを置くかと23切りですけどもそこの影の力が働いていてるでそこも実は抑えた練習をしておくと。 この文節読みの寸胴読みでも言葉全体が立ってくるわけですけどもねもう一回私が通して読んでそれで今回のものは終わりにしましょう大げさに息継ぎを体で振ってやっていきますんでね皆さんも一緒に読む時には本当にこの振りをねうーっはーっはー でこの文の場合には力の抜きどころは青の波線しかありません。他は全部寸胴読みで、えー、緊張の読みで読んでいきますね。そうすると、ますます歌いらしくなる。そもそもこれは九州日後の国、阿蘇の宮の観主、友成とは我が子となり。我。 いまだ都を見ずに走ろほどにこの度思い立ち都に上り走ろまた良きついでなれば晩州高佐の裏をも一見せばやと存じ走ろそうですね今最,最終には私この存じから緩めてましたね 存じからでいいといいですね修正です存じ総ろでやりましょうここですねでこう読みをするとまああのー、歌いのような歌いは、えー、皇帝みたいなイントネーションついていませんあ実例は皆さん聞いてくださいまあ能楽のねあのー、歌いなんですけども。 えー、いくつか例があると思いますので寸胴読みの練習には最適であり工程のよ校などを入れなくてもこの寸胴読みがあらゆる読みのベースになるっていうことでね、えー、これでお話を終わります。どううもありがとうございました